43シングスはオンラインの目標設定コミュニティとして設立されていたウェブサイト。明示的な人間関係を作るというよりむしろタギングの主義に基づいて設立された。ユーザーはアカウントを作成しその後いくつかの目標、または希望をリストアップすることでこれらの目標は軸解析により解剖され、類似の国やアイディアで構成される他人の目標と繋がる。 このコンセプトはホークソノミーと呼ばれる。ユーザーは43目標まで設定することができ、他のユーザーたちのリストを探求し、目標達成に向けて応援することを推奨された。43シングスは2015年の1月にオフラインになったが、2017年1月にドメイン、乗っ取り者が運営する偽サイトが現れた。サイトは43シングスとは、 無関係であるという投稿をすることに合意したが、名前と URL は使い続けている。2005年に、ジェフ・ベゾスは、ロボット COO パスを訪れた2005年1月に43シングスは、シアトルに拠点を置く、小規模会社のロボット COO パスによって、設立された。ロボット COO パスの創立者はブロガーで、開発者のバスター・ベンソン、音楽グループ、マクトゥーブの、 キーボディストのダニエル・スピルズ、アマゾンとマイクロソフトの元役員のジョシピーターソンで、ある。43things.com は2014年8月15日閲覧のみの状態になり、2015年1月に閉鎖された。2017年4月時点でサイトは再びアクティブ状態になったがいくつかの違いがあった。43シングス、共同体研究によれば、 43シングスは、ウェブサイトについての文章を伴う中心エリアを持つ、ことに失敗ユーザーの大半が知らない RSS に、頼りすぎているという二つの端緒が存在するとされて、いたが、それにもかかわらず応答性とユーザー提案の統合に、関して安定したレビューを獲得した。2005年に43シングスは、ベストソーシャルネットワークサイトとして、ウェビー賞を受賞した。 43things.com サイトインフォ。アレクサインターネット。2014年4月1日閲覧。43シングス API プロフィール。programmableweb.com。2014年4月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年10月22日閲覧。43シングス。A コミュニティスタディ。 2015年4月30日閲覧。9th Annual Heavy Awards No Minis and Winners。2010年1月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年1月17日閲覧。ありがとうございます。